はい、じゃあ出すよ。はい、だまた。アンドちゃんも出たがってる感じになったのに。アンドちゃん出たい場合はこの膝が待ってるんですけど、どうですか？どうですか？この膝と交換条件になってますが、また次の機会にしますか？ほら、こんな感じ、こういう感じなんですよ。どうでしょうか？おじさん、じゃあ次回ね。君たちあんまり暴れないでもらえないかな。いろんな心配があるんだけどな。少しゆったりしませんか。チャコちゃんを写真撮影が必要になっています。チャコちゃんをきれいに撮るためにですね、前ラブ仕様の時にやった背景にこういう布を置くというやつ、ラブくんシオンくんの時は背景がまあケージの中じゃない感じにするのと、あとは黒い顔を、ちゃんと表現するためにバックも暗い色にしましたが、チャコちゃんの場合は薄い色ですので、白っぽくてもいいかと、背景が可愛いっていう状態を作りたいと思います。よいしょ。どうせですね、チャコちゃんはいたずらっ子なのでこういうのをつけると多分引っ張って外すでしょう。ただちょっとの間可愛く見えればと思います。はい、なんとか背景ができました。この上でですね、チャコちゃんがくれるとバッグが可愛くなるかなという感じです。では後ほど撮影会です。はい、アンドさん、アンドさん、おやつだよ。ちょっとカリカリ食べてたからどうかな。アンドちゃん、アンドちゃん、美味しいやつ持ってきたよ。はい、
しいやつ。まあいいか。カリカリじゃないやつ。まあいいか。カリカリ食べちゃったからそんなにお腹空いてないんだね。とりあえずここに置きたい。食べてね、あんちゃん。あ、ショーくんが何だろうって思っています。新しいもの見つけるね。はい。しゅんくん。しゅんくんどうぞ。いいのね。はい、はい。はい、しゅんくんどうぞ。美味しいのだよ。はい、チョコちゃんは棚の上にさっきいたな。うん、上にいた。こっちに。おいで。はい、後で食べてくださいね。舐めたんだよ。上だけ閉めとこうか。はい、どうぞ。どうかな。チュール入ってるよ。ご飯は？外におじさんが働いてるのも気になるんだね。はい、さこちゃんもご飯食べよ。遊んでばっかりないで。